南京路は、世界で、最も交通量の多い繁華街の一つである。地図南京路は、中華人民共和国上廃止を通る道路。沿線は繁華街として知られる。現在の南京路は、南京あずまと、南京に指示に分けられている。ただ、南京路とだけ表す場合は、1945年以前の、南京路である、南京あずまを表すことが多い。 歩道の幅がとても広いのが特徴。ピンイン制定以前は、英語では、南京グロードと表記していた。南京路は、上海市中部を東西に走っている。東部にあたる南京あずま寺は、港北を愛炭から、上海人民公園まで走っており、西部にあたる南京西寺は、人民公園から、西安区へ続いている。 南京路の歴史は1851年に遡る。この時は、パーク路と呼ばれ、バンドのナ南路から伸びていた。1854年、これは最初は、高コロまで伸び、その8年後に、チベット中路まで伸びた。1865年、市議会から、南京路と公式に呼ばれるようになり、共同疎開全体で管理するようになった。 20世紀の初めに入ると、大型のデパートが8店舗建設され、多くのフランチャイズ店も進出するようになり、中国語では、大馬寺と呼ばれるようになった。1943年、共同疎開が終わりを迎えると、政府は、旧南近路街を、南京にあずま寺と改め、旧南近路から西に伸びていた、西安寺路を、南京に支持と解消し、この2つを合わせて、 南京路とした。この道外の統合で南京路の総延長は5キロメートルになった。2000年、上海市議会発案の開発計画で、河南中寺からチベット中路までのエリアが歩行者天国として再開発された。歩道の広さは2 8ル長さは1 2 0 0ルに及んでいる。2007年に西安候補の区議会は、 南京路の都市機能を上げるためのさらなる再開発を認めた。この計画では、シャンゼリゼ通りの委員会から求められた、親善関係を求める提案を受けることが盛り込まれている。南京路に多く見られる、新古典主義の建築物上海美術館南京路は、新古典主義建築が多い。一世紀以上前から、南京路全体が、上海の中心繁華街になっている。 南京あずまは特に商業の発達した地域になっている。東端はバンドの中心から始まっており、平和ホテルが有名である。バンドのすぐ西はヨーロッパ式のカフェやレストランが並んでいた。近年これらの建物は上海に住んでいる、富裕層よりも国内に住んでいる観光客を多く集めていることが分かった。 近くには一世紀前から市場が開かれている中央、市場もある。近年は電子部品とデジタルメディアの製品が売られている。さらに西には南京路歩行者天国が広がっている。ここには上海でも最古で最大のデパートがあり、様々な国内の小売店、歴史の長いレストランなども見られる。歩行者天国と南京あずまじは昔上海競馬場があった。 上海人民中央公園で終わっている。ここまでが共同疎開であった部分である。公園を越えて、西には上海で最も古く権威のあるホテル群が並び、パークホテルもこの中にある。南京西寺はここから始まり、ここからは過去の腰回路である。高級商店やオフィスビルが立ち並んでいる。上海天覧中心もここにある。過去にはいくつか。 大きな邸宅や団地があったが、現在これらは政府により取り壊されている。南京路は、世界最長のショッピングモールでありおよそ6キロメートルにも、至る。1日に100万人もの人が訪れるという。中国の春節や、大晦日、クリスマスや復活祭などの日に、イベントが行われる。また、いくつかの商店や、ショッピングセンターでは、花火が打ち上げられる。 ありがとうございます。